バルラーム・アレクサンドロビチ・アバネソフ、本名スレン・カラペトビチ・マルジロシャンは、アルメニア人の革命家。ロシア語で、不祥は、カルポビチ、カルプイチ、生は、マルチロソフトも。1884年4月5日、あるいは9月21日、ロシア帝国カルス州カグイズマンの農家に生まれた。12歳まで地元の教区学校で学び、 その後1896年にスタブロポリの男子中等学校に進んだが、同時に学費を稼ぐため教師や翻訳家などの仕事にも、き、貧困と過労から結核を患った。1901年まではアルメニア革命連盟に入党していたが、同年から1903年までは社会民主、粉着等に属し、やがてそれも脱退し1903年からメンシェービッキとなった。 ロシア第一革命の時代は、北カフカースの軍隊で革命活動に関わったが、繰り返し逮捕された後1907年にスイスに逃れた。スイスでは、中立比大学医学部で学ぶとともに、ダボスのロシア社会民主労働党統一組織では、初期を務めた。大学卒業後の1913年に、ロシアへ帰還し、翌1914年からボリシェビキとなる。 2月革命後の1917年3月から11月まで、モスクワ市ソビエト幹部会メンバーを務め、10月には、ペトログラード軍事革命委員会出版、報道部部長も務めた。10月革命後の労働者、兵士代表ソビエト第2回全ロシア大会にて、全ロシア中央執行委メンバー及び、安全保障会議初期に選出され、モスクワ地区防衛トロイカの一員として、 アントーンデニーキングと戦った。同月9日から1920年12月31日まで、中央執行委幹部会初期を務めた。1918年のアバネソフ1917年には、ロシアソビエト共和国民族問題人民委員部、アルメニア人委員長を務め、トルコ領アルメニアについての布告起訴に参加。翌1918年3月からは、 アルメニア共産党中央委員及び、チェーカー参議会メンバー、8月からは、チェーカー特別部、第二副部長となった。同年のロシア共和国憲法拡充や全ロシア、中央執行遺書大検証の起草もいった。1919年から1920年までは、ロシア共和国国家、統制人民委員部参議会メンバー及び、労働防衛会議付属非難委員長を務め、 労働防衛会議議長のウラジーミル・レーニンが、不在の時はその職務を代行することもあった。1921年11月には、労働防衛会議金畿で働いた。1919年から1922年までは、労働防衛会議燃料輸送委議長。1920年から1922年までは、チェーカー参議会メンバー。1922年8月18日から、 ソビエト連邦対外貿易人民委員部監査副長1920年から1924年まではロシア共和国労働監査副人民委員同年から翌1925年までは連邦対外貿易副人民委員1925年からは連邦国民経済最高会議監査長報告部部長などを務めた第一期から第三期までの連邦中央 執行委メンバーでもあった。長らく患っていた結核が1922年頃から悪化したにもかかわらず、治療も拒否して働き続け、連邦国民経済最高会議幹部会メンバー、及び最高会議供給局局長に在職中の1930年3月16日に、モスクワで死去。ノボゲビチへ墓地に葬られた。その後、アバネソフのナワタンカーに付けられた。 ありがとうございます。